杉道路の下りが箱根口が先頭で2キロ混んでいます。首都高速は7号線の上り両国で流れが悪いものの、この他大きな渋滞はありません。走りやすくなっています。なお工事のために向島線の上り駒形の入り口とパーキングエリアは12月10日までの予定で閉鎖が続いています。一般道埼玉の407号線で事故です。407号日高市高萩で乗用車4台の事故です。現在片側交互通行になっているために両方向1キロぐらい渋滞が出ています。都内ではパレスサイクルのために内堀通りの岩井田橋と平川門の間が夕方4時まで通行止めです。さらに歩行者天国のためにこの後12時から夕方5時まで新宿や銀座亀戸では通行止めがあります。警視庁から以上です。はい、斉藤優子さんでした。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報はバックグラウンドミュージックの中でお伝えします。政教新聞。叱られたり悩んだり、青春時代は忍耐と緊張の連続です。でもその毎日が自分へのバネになるのだし、一生の思い出や財産にもなるんです。政教新聞。日曜日の朝2時間のお付き合い本当にどうもありがとうございました。それでは1970年昭和45年発売、渚優子さん京都の声に乗せて今日の当選者の発表です。日電オリジナルノートの当選者は熊谷市のココアさん、八王子市の小餅のおまみさん、小平市の野良犬さん、川崎市の漫画家の光一さん、そしてポッドキャスト組から熊本市の辰巳さん、以上5名の方です。おめでとうございます。おめでとうございます。さて今日冒頭でちょっと私大変な思いを青山赤坂界隈でしましたという話をしまして、さらに上り坂より下り坂の方が辛いという非常にですね、まあ35年生きてきて気づかなかった大きな発見をしましたと皆様に声高らかにご報告したわけですけれども、たくさん反響いただきまして、そんなことは当たり前だよというご指摘をいただきました。この世界では常識のようですね。そうなんですね。上り坂より下り坂当然のことじゃないですかという。そうなんですね、上りよりも下りの方が筋肉への負担が大きいのですよというご指摘をいただきました。ほうほうほう。人生の諸先輩方に改めて敬意を表す次第でございます。そうですね。それではまた来週さよならさよなら。セブンアンダイグループのデニーズから、これ一枚でお食事代 5% オフ、お会計も楽々できちゃうデニーズカード。正午です。お待たせをいたしました。日曜日お昼12時を回りました。いいお天気の日曜日になりましたですね、結構きつい日差しが物の影を長く見せております。お帰りなくお過ごしでしょうか。例年より色づきが早かったという神宮外苑のイチョウ並木もようやく見頃を迎えまして、この間から始まっている恒例のイチョウ祭、来月の14日まで続きそうでございます。今日も賑わっていることでしょうね。さて明日からいよいよ師走、先日からご案内申し上げておりますように12月のバックグラウンドミュージックはこの番組を愛してくださるリスナーの皆様方への感謝を込めまして、毎回がリクエストスペシャルとなります。まず来週7日と再来週14日久しぶりの映画音楽のリクエストスペシャル、21日はクリスマスリクエストスペシャル、そして28日は今年のあなたの1曲リクエストスペシャルです。とりあえず今は映画音楽のリクエスト受付中ですが、詳しくはまた後ほどお知らせをいたします。それでは今日もご一緒にお聴きください。 MDU バックグラウンドミュージック、今日お聴きいただきます曲はコングラチュレーションズ愛の休日別れの朝、愚かなり我が心、クレア、ハニー、マッカーサーパーク、男の純情、有楽町で会いましょう、焚き火、恋にノータッチ、ヤングガール、インザムード、ジョージーガール、チャオチャオバンビーナ。この番組は松本歯科大学の提供でお送りします。
1937年の今日11月30日に生まれたのが、日本でもカルト的な人気を誇る映画監督リドリー・スコットです。イギリス生まれで、大学卒業後 BBC テレビにセットデザイナーとして入社。その後テレビのディレクターを務めた後、コマーシャルフィルムに転身、各国の CM フェスティバルで受賞して、1977年、今度は映画に身を転じると、ここでもデビュー作デュエリスト決闘者がカンヌ映画祭の新人監督賞を受賞。次のエイリアンで世界的な評価を得てアメリカに渡りまして、ブレードランナー、ブラックレイン、テルマ&ルイーズ、 G.I. ジェーンなどの話題作を連発しました。2000年にはグラディエイターでアカデミー作品賞を受賞、2003年にはナイトの称号も授与されて、その前後のハンニバル、プロヴァンスの贈り物、アメリカンギャングスターなどもヒット。巨匠の名にふさわしい実績なのですが、なぜかデビュー作以外は監督賞に縁がないまま今日71歳。監督賞と名のついたオスカー像、早くその手に抱かせてあげたい気がいたしますね。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。
子供ができちゃったので結婚する、いわゆるできちゃった婚とは対照的に最近言われ始めたのがやめちゃった婚。結婚前すでに同棲していたり、結婚後も女性が仕事を続けるケースが増えておりまして、つまり結婚しても生活はほとんど変わらない。そこで結婚や結婚式そのものに意味を見出しにくくなって、式の直前にやめたとなるんだそうですが、まあ確かに当人たち以外に傷はあまりつきませんけど、でもなんかちょっとね。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。時刻は12時24分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。東名の下り線は厚木の出口で2キロの渋滞、小田原厚木道路の下りは箱根口が先頭で2キロの渋滞です。雪のために東北道の松尾八幡平から北側や青森道、八戸道、山形道では滑り止めが必要になっています。首都高速この時間大きな渋滞はありません。流れは順調ですが、工事のために向島線上りの駒形の入り口とパーキングエリアが12月10日までの予定で閉鎖が続いています。一般道はパレスサイクルに伴い、内堀通りの岩井田橋と平川門の間が夕方4時までの予定で通行止めになっています。また銀座や新宿、亀戸の歩行者天国は夕方5時までの予定です。次の交通情報は12時58分にお伝えします。今日はこのまま晴れ、明日も日中は晴れが続きますが、都心でも明日は年末頃の冷え込みになりそうということです。バックグラウンドミュージック、東京赤坂 TBS 放送センター9階ラジオ第6スタジオからお届けしています。お相手は和歌山玄三です。
根線といえば東京を代表する下町谷中根津千駄木を指すポピュラーな言葉ですが、最近名乗りを上げたのが和目ぞ。地下鉄副都心線が池袋と渋谷を結んだことから注目され始めたエリアで、和は早稲田、目は目白、ぞは雑司ヶ谷を指すんだそうです。副都心線の開通までほとんどスポットが当たらなかった古書市や骨董市のそののんびり感が散策路としてうってつけだと今評判になりつつあるんだそうでございますよ。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。Really nothing more to say.
上初の黒人大統領誕生に沸くアメリカで、わずか53年前に起きたのがローザ・パークスという黒人女性の行動がきっかけとなったバスボイコット事件です。1955年12月1日アラバマ州モンゴメリーのデパートに勤めていたローザは、その日の午後6時ごろ市営バスに乗りました。人種差別のあった当時のアラバマでは、黒人は原則バスの後部座席のみ、空いている時に限って中ほどの席にも座れるという決まりがありました。その日の黒人席は満員で、ローザはたまたま空いていた中ほどの席に座ったんですが、やがてバスが混み始めて、運転手は立っている白人のために席を譲るようローザに命じ、これを拒否したローザは逮捕されてしまいました。この事件に抗議して黒人たちは以後バスに乗らない運動を起こしました。これがモンゴメリーバスボイコット事件です。そしてこの運動が火付け役となって、アメリカに公民権運動が根付いていきました。ローザは黒人大統領の誕生を待たずに亡くなってしまいましたが、彼女が蒔いた一粒の種は変えよう、我々にはそれができるの思いとなって、今見事に実を結ぼうとしています。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。立つのを忘れさせてくれます。今日はコングラチュレーションズ、愛の休日、別れの朝、愚かなり我が心、クレア、ハニー、マッカーサーパーク、男の純情、有楽町で会いましょう、焚き火、恋にノータッチ、ヤングガール、イン・ザ・ムード、ジョージーガール、チャオチャオバンビーナ、以上大枝誠の選曲でお聴きいただきました。スクリプトは風浩二でした。MDU バックグラウンドミュージック、この番組は松本歯科大学の提供でお送りしました。引き続きサンデープレゼントのお知らせがございます。
ではサンデープレゼント、まず当選発表です。老舗菓子メーカー東京かりんとからお届けする4種類のかりんとの詰め合わせ、900通ほどのご応募の中から神奈川県川崎市の鈴木すみ子さん、埼玉県狭山市の宇田川豊文さん、板橋区の金島杏さん、千葉県流山市の片場美義美さん、神奈川県横浜市の国野綾子さん、以上5名の皆様おめでとうございます。東京かりんとの老舗の味、どうぞお楽しみください。それでは今週のプレゼントのお知らせです。今週は長崎県にある一年を通して美しい花々が咲き乱れるヨーロピアンリゾートハウステンボスからお届けするチーズケーキでございます。今年新しいガーデンがオープンしたハウステンボス、おすすめは宿泊用のコテージが並ぶフォレストガーデンです。日本ではまだ珍しい野菜と花が一緒になった装飾菜園のナチュラルガーデンがさながらヨーロッパ郊外の村のような風景を作り出しております。冬の時期このガーデンにはデイジーやマーガレットコスモス、パンジーなどが咲き、ブロッコリーや白菜などの冬野菜も見られます。さらに今年10月にリニューアルオープンした城内最大の敷地の広さを誇るアートガーデンでは、様々に趣向を凝らしたガーデニングデザインが楽しめます。そしてこれからの季節はハウステンボスのある佐世保の九十九島で採れる小粒で身の締まった九十九島牡蠣を殻ごと網焼きにして食べるオイスターバーベキューが12月13日から始まるほか、新年1月5日からは城内のホテルやレストランでプロの手による様々な牡蠣料理を満喫していただけます。楽しみいっぱいのハウステンボスにぜひお出かけください。今週はハウステンボスが誇るチーズケーキの専門店ラフレシールからベイクドチーズケーキの上にクリーミーなレアチーズケーキが重なった2層の新しいタイプのチーズケーキラジュードランジュを5人の方々にプレゼントいたします。はがきに住所、氏名、年齢、職業、電話番号をお書きになりまして、郵便番号 107-8066 TBS ラジオバックグラウンドミュージックサンデープレゼントハウステンボスの係へお申し込みください。12月4日木曜日の到着分まで有効です。当選発表は来週日曜日のこの時間に行います。さて、いよいよ来週と再来週でございます。2週続きの映画音楽のリクエストスペシャル、そして21日がクリスマスリクエストスペシャルで、28日今年のあなたの一曲リクエストスペシャルと続いてまいります。12月は年末感謝スペシャル月間、現在受付中の映画音楽に続きましてクリスマス音楽のリクエスト、そして今年1年あなたの心に残ったあなたの一曲、それぞれお寄せいただくリクエストの中から選ばせていただきます。おはがきから、おはがきでもインターネットからでも結構でございます。あなたのリクエストをお待ちしております。とりあえずはバックグラウンドミュージック映画音楽リクエストスペシャルの係で映画音楽のリクエストただいま募集中でございます。船橋市の相田孝子さんからおはがき届いてます。朝通勤の電車から雪をかむった富士山が見える季節になりました。青い空にくっきりと美しい頂を眺めるとなぜかほっとして嬉しくなるのは日本人だからでしょうか。混雑した電車の中の小さな楽しみです。ああ、今日あたりはね、よく晴れてますから、富士山よく見えるんじゃないですかね。いや、その、相田さんの気持ちよくわかりますね。ありがとうございます。さあ、映画音楽のリクエスト、まだまだ間に合いますので、あなたもぜひご参加なさってください。そして、その映画にまつわる思い出話などございましたら、ぜひお書き添えいただきたいと思います。来週は12月の7日、これはもうね、素敵なプレゼントもございますのでね、お楽しみにお待ちいただきたいと思いますが、再来週の14日と合わせまして、あなたの映画音楽をたっぷりとお楽しみいただきたいと存じます。風邪が流行っております。どちら様もお元気で良い1週間をお過ごしください。それでは日曜日のお昼にまたお会いしましょう。和歌山玄三でした。ごきげんよう。開催中 TBS ハウジングマイホームフェア宇都宮ベルモール会場インターパーク会場ではただいまイベントを開催中。30日日曜日のお楽しみはベルモール会場のあったか屋台村、インターパーク会場のアンパンマンショーです。宇都宮ベルモール会場は JR 宇都宮駅東口から東へまっすぐの柳田街道沿い、宇都宮インターパーク会場は
新4号バイパス宇都宮上野川インターチェンジ横です。快適な住まいづくりの TBS ハウジング、ご家族揃ってぜひどうぞ。